はい、皆様こんにちは。今日はモダン共通で末3回目やります。一応この末のね、シリーズ今日で1回、終わりにしておきますね。でまあ皆さんねこれをやっていただいて、そしてまたおいおいですね、その次の応用みたいなのをやれればいいなと思ってますが、とりあえずねこの3回目もなかなか難しいですけどやってください。2回目まではですね、とりあえず今日やるのは左体重で右かかと上げといて、バスのハンドルを右を、これ右ね、右を下げてこっち上がってますね、この状態。そして頭が今こういう感じなんで、頭が右の方にこうぐわーっと上がってる、この状態で大丈夫でしょうか。右のお尻上がってますでしょうか。縮んでますね、右のウエスト、こういう状態です。はい、でわーっとこう頭が、右の斜め後ろの方に伸びていってる感じ、ふにゃーんとね。さあここでですね、ラテンのアームワーク、ラテンのアームワーク、右手のひらが上、左の手のひらが後ろ、これにしてください。右手のひら上、左の手のひらは後ろ。そこから、今度は今こういうふうにこう回しているということで、左胸の方が前に出てるはずです。今度はラテンのアームワーク、徐々にこう入れ替えて、右の手のひらが後ろ、左の手のひらが上です。このホールドの形に最初しなくてもいいんですけどね、これぐらいでいいです。もう横でもいいですから、右手が上、左手の手のひら後ろ、これを入れ替えてください。入れ替えたら今度は右胸が前になってるはずなんです。で 左手はのひら上ですね。この動作をやってください。ラテンのアームワークを見てくださってる人で、やってくださってる方はできると思いますね。同じこのスウェーはこう右スウェーね、こういう状態なんですけど、胸の、が右が前出たり左が前出たりね。で若干体のこの辺りの動きが、形はこうなんですけど全然違ってきてる感じになるはずです。はい、これがゆっくりやってくださいよ。うん、実際はホールドの形でやるんですけどね。はい、まあそれはいいです。ですから今これでいい。それで今度はこの体重で逆ですね。今度はこっち、左を縮めて、左のお尻が上がってて、こういう状態ですね。バスのハンドル、こういう状態。ここでまたラテンのアームワークの運動をやってください。これですね。はい、この運動です。はい、OK ですか。まあできる人はちょっとホールドっぽくね、やっていただいてもいいですけどね。で、手首回さないとダメですよ。実際ね、男性と組んだ時は手首ここにね、固定してでも回るようなことに、将来的にはなりますから。だから今思いっきり回してくださいね。はい、であとは今と同じようにたことを、右体重で左のかかとを上げて、どっちか行きましょうかね、バスのハンドル、こっちか行きましょうか、左を縮めた状態で、こういうふうになって頭が左の上、そしてラテンのアームワークをしっかりやる、うん、こういうことです。はい、 OK でしょうか。こうした時は右側前、右胸が前、右手のひらが上の時は左手のひらは後ろで、左胸が前に出てくるはずです。はい、大げさにやってください。大げさに。これができましたら今度は右体重のまま、頭が右が斜め後ろで、ラテンのアームワークをやってください。そうです、そうです。はい、こういうことをやる。大丈夫でしょうか。
バランスなかなかねしんどいですよね。ゆっくりゆっくりやってください。実際踊ってる時にこれがふわーっとこう胸がこう、右が出たり左が出たりするようにね。杖はこのままです。杖はここのウエストで調節して、この同じ杖の中でも体の形が違うように、なりますからね。これを今日3回目としてやってください。要はラテンの時と違って、このモダンというのはですね、末斜めの美学ですからね、まあ、偉そうに言ってますけどね、ですから、この斜めの状態でアームワークが使えるようにしてください。はい、だから微妙にですね、形が違ってくる、それをコントロールできるようにね、していただければいいわけなんですね。はい、今日はですね、とりあえずやってみてください。やってみてください。何回も他のところでも言うてますけど、自分なりでいいんで、これが正解っていうのはないんでね、自分でやってみて、自分の体ですんで、人それぞれ微妙に違いますからね、アドバイスはいくらでもしますけども、間違えるっていうことはありませんのでね、皆さん自信持って、自分のダンスを作り上げていただければいいんですから、よろしくお願いします。ありがとうございました。